8時ぐらいに発見して今さっき食べ終わりました。意地でも待ってやろうみたいな感じだった。え、何これ。みんな気になるんですよね、やっぱり。こう私にもすごいなんか その一段 に対してのなんかこう質問みたいなのが多かったです、今日一日ずっと。それでなんか深夜の今の時間ってどうなってるんですかっていうのも結構ね聞いてこられた人とか結構いらっしゃって、私はまだ深夜知らん並んのんじゃねみたいな感じだったんだけど、で一蘭ってまあ岡山初出店ですけど、で私も結構大阪とか行った時にめっちゃ食べてたから、あ一蘭岡山にもできるんやなーって、なんかまあ行きたいなっていう気持ちはもちろんあったけど、最初はめっちゃ並ぶやろうなってなんか思っとったけん、深夜でも食べたいっていう人もちろんいるだろうし、 むしろその深夜私みたいに夜起きてる人とかはむしろ夜の方がいい、行きやすいみたいな方もいらっしゃると思うし、まあ朝方もね結局その早朝いつも活動してる方が食べに来られると思うから、深夜2時、はい、半、あ違うよ、半待ちじゃない、以上2時間半以上待ち。え、でもこれいつ食べれるか分からんってことじゃろ、もうそもそもがまず2時、私もカップ麺、カップ麺もさ、あのちょっと前にあれよ、コンビニとかさドン・キホーテとかで売られてたみたいなんだけど、私買えなかったんですよね、そのちょっと前に。で、まあ、ここにはねたくさんあったのでゲットできました。はい、ということで良かったです。はい、1000人よ、オープンしてすごくない、10時にオープンして、いやすごかったな、1000人来て、あとはお客さん長い人でなんか5時間ぐらい待ったって。に番号整理券もらって、はい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 、でそこからなんで5時間ぐらい、あなんか、まあ、一覧オープンっていうのを知ってたんですけど、たまたま、まあ、2人で遊ぶみたいな感じになって、はい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 、でご飯どっか食べに行こうみたいな、そういえば今日一蘭オープンちゃん行こうやみたいな感じのノリで来たら、こんなことになった5時間11時にチケット取って諦めたんですね。あ、はい、8時ぐらいに発見して今さっき食べ終わりましたみたいな方がいらっしゃったらしいんで、ね、まあずっとここで待たなくてもその呼び出してくれるみたいですけど、5時間はすごいなと思いました ね。もう人気、めちゃめちゃ人気一蘭、やっぱりね、ちょっとこう社会現岡山の社会現象みたいななっとるけど、まあ一応私もゲットしましたけど、1週間ぐらい経ったら、まあ、落ち着くんじゃないかなと思うので、そうしたらまあちょっとゆっくり食べに行きたいなっていう思いはあります。なんか30席あるみたいなのでね、はい、またゆっくり食べれたらいいなって思います。からな、車がこう絶えないよね。でも入れるんかなってやっぱ思うよね、うん、でもさ、あそこの看板を見ないと2時間半待ちって思わんじゃん。さっきの人も何分待ちなんですかって車の中から聞いとったしさ、いや衝撃じゃね、あそこに入って衝撃じゃない、え2時間半みたいなえ、なにこれ、え出てあけるんこれ、あ
30、めっちゃコンロ入っとんやん。ちょっとね、まあ、火の元ちょっと注意しながら、あと換気ね。めっちゃ注意してよ。一応ね、消火器は準備したんで。こんな感じになってんすね。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。あ、だ、あ、だ、大丈夫。どうぞどうぞ。ありがとうございます。すごっ、やばくないこれ、ね。いただきます。いやでもいい味しとるよ。うん、何なんだろうな、あえてやっぱり具材入れてないの私結構好きかも。具より麺の方が好きやし。でもなんかな、なんならなんか具材の味するんだけど。気のせい。スープかな。あ、本当に、めっちゃ美味しい。うん。やっぱり、これね。これは、こんだけさ、車で食べても美味しいのに、並んで待って食べて美味しくないわけがないって思う。でも、やっぱりなんだろうな、みんななんかもう、なんか、意地でも待ってやろうみたいな感じがあった。なんか、ただなんかこの一蘭を、あえて食べたいっていうよりかはもうなんか、もうここまで来たし、まあ2時間待ちぐらいだったらいけるんちゃうぐらいのノリで、なんか意外とこう、ね、多分、ちょっとこう、ちょっと若干前後するじゃん。でも、こうなんかもう、全然呼ばれんでももう最後まで待ち続けてやろうみたいな、こう執念みたいなのが見えたな。そんな感じだったね。ね。はい。いいですか？みんなお疲れ様でした。私はカップ麺で、落ち着いたら、ちゃんとお店に食べに行きますんで、まあ、車の中で我慢します。パパンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。